戦争犯罪。戦争犯罪とは、戦時国際法に違反する罪のことで、公選法規違反を指す。通常は戦闘員や司令官、交戦者、あるいは非戦闘員の個人の犯罪行為を対象とし、公選規則を逸脱する罪が問われる。国際軍事裁判所条例制定に関わる議論の中でこの概念は拡張されており、国家犯罪、 国際的懸念事項としての平和に対する罪や人道に対する罪が創設された。戦時反逆罪は戦争放棄を犯して敵対行為を働く罪であり、戦時重罪犯、戦時刑法犯として国際法の保護の対象とされない。敵国軍人や占領地住民の違法な敵対行為は戦時反逆罪として軍の処分に出られ、軍法会議にかけることなく、 軍が自ら提立した、刑罰法規で初段しうる、軍律。軍律及び軍律会議は、国際監修法上認められてきたものであり、ハーグ陸戦法規第3巻42条以下は、占領地におる軍律、軍律会議を認めたと解されている。軍律や、軍律会議は、軍事行動であり、戦争行為に含まれる。かつて戦争犯罪と、定義されていたのは、 捕虜の虐待を禁じたジュネーブ条約や非人道的兵器の使用を禁じたハーグリック戦条約など戦時において守られなければならないとされる国際発戦時国際法違反行為のみであった。第一次世界大戦終結後、戦勝国が敗戦国の指導者を裁くことが国際的に協議された。戦勝国であるアメリカ合衆国、イギリス、フランス、イタリア、 日本党の連合国10カ国は、パリ講和会議に先立って行われた、平和予備会議において、戦争開始者責任及び刑罰執行委員会、The Commission on the Responsibility of the Authors of the All,& on the Enforcement of Penalties を設立した。この委員会は、国家元首をも含む戦争開始者の卒や、対象が複数国にまたがる残虐行為戦判を、 裁くための裁判所を設置するなどの報告書を提出した。この報告書は講和会議では採用されなかったが、ベルサイユ条約第227条である国際道義と条約に対する最高の罪を犯したとして前、ドイツ皇帝ウィルヘルム2世を特別裁判所に訴追するいう条項となって反映されている。この訴追は中立国であるオランダが亡命していた。 ウィルヘルム2世の引き渡しを拒んだため裁判は行われなかった。またパリ講和会議では戦争に関する責任を調査する15人委員会が戦争犯罪の概念として戦争の放棄及び慣例違反というリストを作成し残虐行為を行ったとする戦犯45人をリストアップした。この戦犯はベルサイユ条約によってドイツ政府自身で裁くことが定められ、 1921年からライプツヒで裁判が開始された。しかしこのライプツヒ裁判は幾人かに短期間の懲役刑が下されたのみであり、大半は無罪となった。また、政治、軍事指導者に対する訴追は行われなかった。1920年には国際連盟の常設国際司法裁判所設立のための法律化指紋委員会は国際公共秩序を侵害し、 あるいは諸国の普遍的法に反する犯罪を裁く国際高等裁判所設置を提案した。同様の提案は1922年、1924年、1926年にも行われているが、いずれも成立しなかった。第二次世界大戦の最中、連合国側はドイツ軍の残虐行為を幾度も非難し、戦争終結後には、 責任者の処罰を求めることを強く警告していた。しかし、この時点では、ホロコーストなどの自国国民への犯罪行為は、戦争犯罪とみなされていなかった。1940年11月、ポーランドとチェコスロバキアの両亡命政府は、故国で行われているドイツの残虐行為を非難する、声明を行った。1941年10月25日、 アメリカのルーズベルト大統領とイギリスのチーチル首相はそれぞれドイツ軍が各地で行っている残虐行為を批判する声明を発し特にチャーチルはこの犯罪行為への懲罰が主な戦争目的の一つに数えられるべきであるとしたまた11月25日にソビエト連邦のモロトフ外相もドイツの残虐行為を非難する声明を行っている 1942年1月13日、ロンドンのセントジェームズ宮殿において、ベルギー、チェコスロバキア、フランス、ギリシャ、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ユーゴスラビアの連合国9カ国の亡命政府が会議を開き、ドイツの民間人への残虐行為を非難し、かつ裁判によって、これらの犯罪の命令者や実行者の処罰を決議する。 セント・ジェーム宮殿の宣言が出された。戦争における残虐行為を裁判で処罰することを定めた最初の公式宣言となった。オブザーバーとして参加していた中華民国もこれに同意し日本にも適用するよう申し出た。この宣言には後にソ連も同意する。セント・ジェームズ宮殿の宣言に合意した各国は 英米に合意と実行を迫ったが、英米はライプツヒ裁判の失敗による消極姿と委員会にソ連構成共和国を加えようとするソ連の主張のため委員会設置は遅れた。しかし、亡命政府の要求と東アジアの植民地で日本軍の攻撃を受けたイギリスやアメリカ、オランダなどの要求により全般裁判へと動き始めた。 6月になってチャーチルは戦争犯罪の証拠を収集する連合国戦争犯罪捜査委員会ユナイテッドネーションズ・ウォー・クライムス・コミッション・フォーザ・インベスティゲーション・オブ・ウォー・クライムスの設置に関してアメリカ協議を開始した。7月にはイギリス内閣で委員会設置が承認され、10月7日、ルーズベルト大統領とイギリスのサイモン、大法官はの設立に合意した。 1943年10月7日にはソ連を除く連合国オーストラリア、ベルギー、カナダ、中国、チェコスロバキア、ギリシャ、インド、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、南アフリカ、イギリス、アメリカ、ユーゴスラビア、フランス、自由、フランスをメンバーとする連合国戦争犯罪委員会、ユナイテッドネ a t i o n s o ク c r ムス・コミッション。 アンワックが正式に発足した。またソ連は即刻戦犯処罰を開始するべきと主張していたが、イギリスは捕虜への報復を恐れ、戦時中の戦犯処罰に慎重であった。このため、第二次世界大戦の連合国側による戦犯裁判は大半が戦後に行われることになる。同11月1日、アメリカ合衆国、イギリス。 ソビエト連邦各国外相会談によるモスクワ宣言が出された。この中でドイツの主要戦争犯罪や残虐行為への処罰が厳明された。またこの声明の中で先般裁判は被害国が行うという原則が確認された。アンワックの非公式会議は10月26日から開始されたが、この会議の中で戦争犯罪そのものの定義についての協議が 行われた。チェコスロバキア代表のエチェル、ボジュスロブエジャーは、一つの村を絶滅させるような行為は、戦争犯罪ではないが、ルーズベルト大統領やチャーチル氏、イーデン氏、英外相が言ったように裁かれねばならない。それゆえ、もっと広い範囲の戦争犯罪が必要であると、戦争犯罪概念の拡大を主張した。第二回会議では、戦争犯罪とは何かを指し示すものとして、 1919年の戦争の放棄及び関連違反32項目リストを暫定的に使用することが合意された。このリストが採用された理由は作成に日本、イタリアが参加しており、ドイツも反対はしていなかったことが挙げられている。アンワックの協議は数十回にわたって行われ、その中で残虐行為はドイツ国家が一体となって行っているため、 個々の犯罪容疑者だけでなく国家やナチ党、親衛隊などの組織幹部を戦争犯罪人として裁くことが必要であると考えられるようになった。また、省委員会である法律委員会では侵略戦争が戦争犯罪であるかどうかについて議論が行われたが戦争犯罪ではないとする意見が多数派であった。アメリカ代表のハーバート・ペルをはじめとするアンワックは 自国民に対する犯罪や宗教や民族に対する犯罪を人道に対する罪という概念で戦争犯罪とするべきであると考え、米両政府に働きかけた。しかし、両国政府は当初この動きに否定的であった。この間アメリカが州国国務省から派遣されたものがアムワックにおけるユダヤ人問題提起を妨害し、ペルがこれに抗議したこともあった。 また、イギリス政府は1944年6月28日に、ホロコーストは戦争犯罪の概念に含まれないという閣議決定を行い、アンワックが対象とするユダヤ人迫害はドイツによる占領地に限るべきであるとする意見アメリカ側に伝達した。これはホロコーストに関しては、ドイツ後継政府に圧力をかけることで、ドイツ人による裁判に持ち込むべきであるとする。 ものであった。委員会は1944年10月3日に戦争犯罪は国際法廷で裁くべきとし、連合国戦争犯罪裁判所と今後軍事法廷の設置を勧告したが、従来の戦争犯罪概念を踏襲するべきと考えていたイギリス政府の同意得られなかった。アメリカは反対しなかったが、他の国の同意が必要であるという留保条件をつけた。 連合国軍がヨーロッパに逆上陸を果たすと、アンワックの戦犯確定作業はようやく開始された。1944年11月22日には、最初の戦犯リストが作成された。1944年9月、アメリカ合衆国陸軍長官ヘンリース・スティムソンは、陸軍省内で戦争犯罪政策の検討を行った。この検討によってまとめられた意見は、 人道に対する罪を戦争犯罪とする、また国際法廷の設置に同意するなどアンワックの意見に近いものであった。また、この中でドイツ国家、ナチ党や新衛隊が民衆破壊を犯す共同防御、コンスピラシーを行ったとし、犯罪を行った組織に属する個人に有罪を宣告できるという共同防御理論を示している。 スティームソンと陸軍省はこの路線を主張したが、国務省は従来の路線を崩さなかった。また海軍省も、現時点での共同防御概念導入は、日本の交戦意欲を高めるとして、陸軍省の意見には否定的であった。しかし12月17日に、ベルギーでマメ目に虐殺事件が発生すると、新英隊の残虐行為を阻止するべきという意見が、政府内で強まり、 陸軍省の案が主導権を持つようになった。1945年1月3日、ルーズベルト大統領は共同防議理論の導入に同意し、1月22日には国際法廷設置が政府内で同意された。ただしこの同意が正式な結果となったのは、ハリー・エストルーマン大統領の就任後だった。しかし、イギリス政府はなお戦争指導者を裁判にかけることには、 反対していた。このため2月、アメリカ合衆国、イギリス、ソビエト連邦による、ヤルタ会談において、国際軍事裁判所設置が、具体的にことされたものの、この時点で3国の外相により検討することが、決められたのみであった。しかし4月30日のヒトラーの自殺によって、ヒトラーが法廷で演説する懸念がなくなったことを、一員として、アメリカの提案を受け入れた。 その後、度重なる折衝を経て、同年6月から戦犯を裁く、国際軍事裁判解説のための協議が開催された。同年8月8日ロンドンで、アメリカ合衆国、イギリス、フランス、ソビエト連邦の4カ国代表により、戦犯協定が調印され、国際軍事裁判所検証が定められた。ヤルタ会談の協定に基づき、 1945年6月26日から、戦犯を裁く、国際軍事裁判所解説のための協議が、アメリカ合衆国から、最高裁判所判事ロバート・ジャクソン、イギリスから、法務長官、サーベイビット・ファイフ、フランスから大審院判事、ロベール・ファルコ、ソビート連邦から、最高裁判所副長官、ニキチェンコ少将の各国代表によって開始された。8月8日まで、 本会議だけで16回開催されたが、協議に参加した4カ国の法体系の違いから、草案の一語ごとに論争が繰り返されるほど、会議の進行は困難を極めた。中でも、戦争犯罪の定義については大きく意見が対立し、特にアメリカが主衆国とソビート連邦の2国間の意見の相違が顕著だった。ソビート連邦の草案は、 あくまでドイツの違法行為を指摘したもので、ドイツ戦犯を裁くためにのみ国際軍事裁判所を設置するという意図を示していた。ニキチェンコは、我々の今の仕事はいかなる時、いかなる事情にも当てはまる法典を起草しようとするものではないと述べている。一方アメリカ側はドイツの戦争犯罪を対象にはしていたが、戦争そのものを犯罪とする考えを示していた。 ジャクソンは侵略戦争の開始は犯罪であり、いかなる政治的、または経済的事情もこれを正当化できないとしたルーズベルト大統領の言葉を引用し、世界の平和に対して行う、いかなる攻撃も国際的犯罪とみなすということをドイツ人たち及びその他の何人にも知らせたいのであると述べている。協議の結果、戦争は道義的に非難されても、 法律的には許されると考えられていた時代に終止符を打つものとして国際軍事裁判所の検証は定められるべきであり、それゆえに戦争犯罪の定義をある特定の国の犯した行為によってのみ定めるべきではないとするジャクソン判事の意見が大幅に採用され、ニュルンベルク裁判並びに極東国際軍事裁判、東京裁判で以下のように戦争犯罪が定義された。 ニュルンベルク裁判における国際軍事裁判所条例第6条。次に挙げる各行為、またはそのいずれかは裁判所の管轄に属する犯罪とし、これについては個人的責任が成立する。極東国際軍事裁判所条例第5条。人並みに犯罪に関する管轄本裁判所派、平和に対する罪を包含する犯罪に不個人。 そしてまた破談隊員として卒位せられたる極東戦争犯罪人を審理処罰するの権限をありす。蒸気犯罪の何でかを反参とする共通の計画、また破共同防御の立案または実行に参加する指導者、組織者、共作者及び微共犯者派、各、カル計画の遂行上ため、されたる一切の行為に不、それの難ットに入りてため、されたると、問いはず。 責任をありす第二次世界大戦における参加、特にホロコーストの惨劇を繰り返さないとして、国際軍事裁判を行うに至った経緯を踏まえ、戦争抑止の意味からも、武力紛争時に行われた、ジェノサイドの罪、道に対する罪、戦争犯罪の実行者や共犯者、依頼者、共作者、先導者、上官などを戦争犯罪としてを裁く。 常設の国際法廷設置が国際連合により提唱されたが、東西冷戦の時代には進展を見なかった。冷戦終結後、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷、ルワンダ国際戦犯法廷などにおいて民族紛争に伴う大量虐殺など人道に対する罪を裁く国際犯罪法廷が安全保障理事会決議によって臨時に設置された。以降、 常設の国際法廷設置議論が見直され、1998年7月にローマで国際刑事裁判所設立のための外交会議が開かれ、国際刑事裁判所規定が採択された。条約の発行に必要な60カ国が批准し、2002年7月から正式に発行、すでに設置されている国際司法裁判所と共に2003年からオランダのハーグに設置された。 日本は2007年7月17日には加入書を国連に帰宅し、同年10月1日正式に105カ国目の定約国となっている。ローマ規定及びその協力法は国内法において2007年10月1日に発行した。また、同年11月30日に行われた補欠判事選挙では、 初めての日本の ICC 裁判官候補として、冴下富子が当選を果たすなど、加盟以後は積極的な参加姿勢を示している。2009年11月の補欠選挙で、小崎久子が当選し、第一新裁判部門に配属された。なお、アメリカ合衆国、中華人民共和国、ロシア連邦などは未加盟であり。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。